自由民主党の派閥志公開誌公開は自由民主党の派閥の一つである。通称は麻生派。会長は麻生太郎。河野洋平1995年の自民党総裁選挙で現職総裁は宮沢派の河野洋平だったものの、同じ宮沢派の実力者である加藤光一は河野再選を支援せず他派である小渕派の橋本龍太郎を支持。 加藤は、橋本の党総裁当選に伴い、自民党幹事長に就任。この結果、河野と加藤の対立は、決定的となる。そして、1998年12月、宮沢派領衆が加藤となって加藤派となることに、河野が反発、派内の加藤会長就任に批判的な議員、麻生太郎ら15人と脱退し、翌1999年1月、 河野を高く評価していた三木派出身の鯨岡、氷介を最高顧問に迎えて、正式に派閥として、高知会系の大友会を旗上げした。なお、三木精神は新派閥における歴史の明確な接点となってゆく。大友会は1992年、河野が宮沢内閣の内閣官房長官を務めていた。頃に、派閥横断的な政策集団として結成されている。 ものの、この時から後に河野と高知会を脱退するカスやシュゲルラ、ハ華党色の強いメンバーが参加していた。このように、理念、政策よりも、繁華党という人間関係で集まって成立した派閥のため、領衆は、新中派で、派と派の河野であるものの、派のメンバーは阿蘇を筆頭に、親台湾派の高派議員がほとんどで、明確な接点はなかった。 2000年の加藤の乱では、反加藤という派の性格もあり、森内閣不信任決議反対に回った。その後、江藤聖志郎が、台湾の離党期来日を河野が必要に、妨害しているとして離脱した。河野が衆議院議長に就任した2003年11月以後、自民党を離脱することとなったため、座長の藍沢秀幸元衆議院議員は派閥をまとめる立場についた。 2006年5月、グループ所属議員の河野太郎が、同年9月に行われる自民党総裁選出馬に意欲を見せる麻生太郎に先駆けて立候補を表明した。しかし、大友会ではすでに麻生の出馬を前提に動いているため、鈴木恒夫大友会事務総長が河野太郎に対し、総裁選出馬を辞退する場合は、麻生氏の推薦人になるようにと、 異例の忠告を行った。そして、実際に出馬断念し、麻生陣営に参加した。なお、河野洋平の父親である、河野一郎が率いた、河野派との関連性はない。麻生太郎2006年9月20日の自民党、総裁選で、弱小派閥である、河野グループ所属の麻生太郎が136票で、辞典となり、次期総裁の有力候補としての地方を確立した。 総裁選翌々日の9月22日、河野洋平が麻生に河野グループ会長就任を打診したものの、麻生は今後の情勢を見極めて判断すると答えた。2006年12月15日、麻生太郎が大友会を継承しつつ新派閥としてため公会を立ち上げた。大友会は8年に及ぶ歴史にピリオドを打ち、ため公会、麻生派に引き継がれた。 麻生が旗上げした新派閥には、衆議院議長の河野洋平を除く旧河野グループ、全議員11人に加え、無派閥の河野池義忠、山口朱一、地、赤間次郎、鈴木啓介各衆院議員が参加した。派閥名は、中国の古典、来季の一節、天下ため公から取った。高知会の三分派である谷垣派。 小賀派、麻生派を再結集させる大公地会構想がしばしば話題になるものの、谷垣派と麻生派は明らかに別々の総裁候補を抱えていて利害が一致しないことと、2007年総裁選で麻生派と反麻生勢力という対立軸が先鋭化したこともあり、麻生派を除いた二派閥による中公地会構想が浮上し、2008年5月13日にこの二派閥が合流した。 2007年9月23日に行われた自民党総裁選では、麻生派以外のすべての派閥領収が、福田康夫支持に動き、麻生法移網と呼ばれる不利な状況が生じた。しかし、福田康夫の極度の圧勝を警戒する議員審理も働き、結果的には、前回をも大きく上回る197票を獲得し、 赤杯したものの麻生の存在感を見せつける形となった。その後の福田政権における党人事、閣僚人事では麻生派からの選出はなく、非主流派となった。しかし、福田政権、自民党が支持率を落とす中で、非主流派だった麻生が影響力を次第に増していき、2008年8月1日の内閣改造、党役員人事において、 麻生太郎が幹事長に復帰し、鈴木常夫が文部科学大臣に就任する形で主流配置した。2008年9月に行われた福田康夫総裁辞任に伴う自民党総裁選では会長である麻生が自由民主党総裁に選出された。その後総裁派閥として順調に拡大し、所属議員数21名を数えるものの、 2009年9月の第45回衆議院議員総選挙の大敗によって12名にまで交代する。同年12月には統一会派、自由民主党、改革クラブの結成により、茨城七区選出の中村岸郎も同会派に参加したため、茨城県選挙区選出の長谷川大門参院議員が、これに反発し、麻生の異流を振り切って自民党を離党。 第22回参議院議員通常選挙では、福岡県が、地盤の麻生が、福岡県選挙区から出馬した大家里氏の選挙対策本部長を務め、選挙後に、大谷藤川正人の二人が、新たに入会した。2012年春、河村正彦率いる番長政策研究所との合流を視野に勉強会を発足させた。同年9月に行われた、 自民党総裁選では高村派と協力して、安倍晋三を支持、当初不利と見られていた安倍を当選させる原動力となった。このため、2009年衆院選以来影響力の衰えを指摘されていた麻生は一躍党内随一の有力者となった。さらに3ヶ月後の第46回衆議院議員総選挙での自民圧勝を受け、求心力を上げていた麻生派は、 新人議員を多く獲得し、党内での影響力を増した。その後の第二次、安倍内閣発足に伴い、麻生は、副総理兼財務大臣兼、金融担当大臣として入閣した。2014年9月3日の第二次、安倍改造内閣では、同派の山口義一が、内閣府特命担当大臣として初入閣を果たし、副総理兼財務大臣の麻生に加えて引き続き、 麻生派は養殖を確保することとなった。2015年10月7日の第3次安倍第1次改造内閣では、同派の河野太郎が国家公安委員会委員長兼内閣府特命担当大臣として初入閣を果たした。2015年11月13日、番長政策研究所の山藤秋子会長と合併に向けた協議を行う。2016年8月3日の 第三次安倍第二次改造内閣では、同派の松本淳が、国家公安委員会委員長兼内閣府、特命担当大臣として初入閣を果たした。2017年2月9日、前内閣府特命担当大臣、天利明と神奈川県を地盤とする天利の側近、田中和則、山際大志郎、副大法の中山天皇の4人が最高に本との掛け持ちで入会した。 2017年5月15日、番長政策研究所との合流により、新派閥を結成することになった。また、佐藤つ村有林会を離脱したメンバーである、天元会の一部も参加する方向になった。2017年7月3日、志公会が59名のメンバーで発足した。三党派所属の熊田博道、天元会と有林会を掛け持ちしていた。 その治をさむは、派閥参加を見合わせた。また三島派前会長の大島忠盛は、現在衆議院議長として、自民党会派及び派閥を離脱中。派閥の名称について、麻生は、志を高く持ち、公を腹に収めてやってもらいたいと説明している。2017年9月13日、所属参議院、議員15名が、派内に、新グループ、 上皇会を結成し、三党秋子が会長に就任した。参院自民党では、細田、ぬかが、岸田三派が人事などで主導権を握っているため、参議院側での麻生派の存在感を高める狙いがある。2019年4月の福岡県知事選で、麻生が参戦を目指す現職の小川洋に対し、元厚生労働官僚として、竹内和久の擁立を主導したが、 当権連の分裂を招いた末に惨敗した。北川智勝の死去による、とむらい合戦と位置づけた衆院大阪12区補選でも議席を維持できなかった。また、国土交通副大臣を隕石辞任した塚田一郎の出現は、統一地方選のタイミングと重なり、各地の統治法組織から批判を浴びた。2019年7月の参議院選挙では、 現職8人のうち7人は当選し、4人が落選した岸田派と所属参議院議員が同数になった。その結果、参議院自民党の細田、ぬかが、岸田の参派体制の力学に変化が生じ麻生派の存在感が増すこととなる。選挙後の臨時国会で麻生派会長代行の三党、秋子が参議院議長に就任。参派以外で議長は2004年以来のこととなり、 衆参両院の議長を麻生派出身の議員が務めることとなった。ふとじは首相経験者、ありがとうございます。